ぐらい。ハロウィンの俳句もう早めに出してね、私ぴったり15分で終わるんで。シンデレラ？どういう意味それ？今日も病院行ってきたから。うまい？分からん、意味がもう分からなかった。それいいじゃん、意味分かってないけど。じゃあそれでいいじゃん。プーさんティッシュケースだけど、ペンギンまた風邪ひいてた。あの人ずっと体調不良じゃない？一生体調不良なんやけど。でも今度はなんか病院行ってそうやった。なんか薬飲んで9時に寝てるってさ。芽キャベツと何やったっけ、納豆しか食べてないって言ってほる。なんでそんなちょっとしか食べてないのにあんな太ってんの？なんかもう見るたび見るたび顔のでかさにびっくりする。そんなでかかったっけって毎回びっくりすんねん。美味しくてじゃないで、前からやってるけど全然提出範囲じゃないんですけど。意識高いっていうか太ってんの気にしてんちゃう。なんか今日の国語ポスターを作ろうみたいな感じだったんけど、なんか秋の味覚を紹介するみたいな。でペンギン的にはあのペンギンチョコレート嫌いなんやけど、なんか写真がドーンって貼ってるポスターか、あの説明とかなんか効果とかをいっぱい書いてる方か、どっちが
印象に残るかみたいなんで、みんなは写真貼ってる方やったんやけど、ペンギンはなんか太ってるから、あの効果を気にしてちゃんと読む方にしたって言ってた。なんか印象に残ったって。太ってるからね。いつもさ、私の友達めっちゃ身長低い子がおんねんけど、にちびって言うねんいつも。で私はメンヘラやねん。でもう一人の友達は遅刻魔やねん。遅刻魔はもう事実やん、ただの。みんなそうだけど、ちびはなんかかわいそうじゃない？一番一人だけ かわいそうな、ただの悪口の人がおるんやけど、私はメンヘラやから、それは納得やからいいけど、身長はちょっとかわいそうじゃないの。そんなこと言ってもペンギンはデブやから、だからいつもそのチビって言われてる子に、大丈夫ペンギンはデブやからって、デブメガネやからって言ってる。身長気にしてないかもしれへんけどな、それちっちゃい方がかわいいからと思ってるから。あー、答え挟んでたのに抜けた、この野郎。だってほんまにデブメガネ、事実やから。人にちびって言う方が悪い。気にしてるかもしれへん。それでちっちゃい子かわいいと思うけど、ちっちゃい人ってちっちゃいの気にしてるやん、高い人は高い人で気にしてるやん。だから身長ってあんま言いにくいからさ、何も言わんのが一番いいね。今日めっちゃ病院で傷口触られてんけど、そんな触るってくらいこうやって触られた。痛い痛い。それは直に触ったら痛いやろ。いや、くっついてるかなって。今日熊さん探して喋ったで。なんか探してる時にちょうど後ろから来た。指の毛がなんか見えへん。
寒い。相関図見てない。何本から始めたっけ。44。もうちょっとやな。ほんまにもうちょっとやな。先生から苗字で、うん、ペンギンは苗字やな。リス先生はさくちゃん、くまさんはいろいろ。よし。